はい、というわけでアズラジ始まりました。聞こえる聞こえる聞こえてます。はい、はい、本日はですね、あのこのワロップさんの5周年記念のお祭りです。まずワロップさんおめでとうございます。はい、でですね、あのアズラジこちら、まあ、公開生放送の、ラジオとなっております。普段はですね、あの、まあ、こちらはアズラジは第1、第3水曜日に、まあ、月に2回8時半から生放送でお送りしている、まあ、音楽バラエティ番組となっております。はい、そしてそちらのパーソナリティを務めております、私ニコゲのことレイナと響きよしのです。はい、本日もよろしくお願いします。お客さんがね、はい、今ね目の前にお客さんがいるっていうのがなかなか新鮮な状況で、本当にあのね、なんだろうな、画面越しにね伝えたいぐらい、うん、今 ねガラス越しにねいるんだよね、みんながね。なんか不思議な感覚がする、ね、いつもはこれがないからね。そうだね、そうそう、カメラ向かってだもんね。なかなか貴重な体験だと思います。うん、で、はい、あのこういう風にね、うん、みんなでワイ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 できなかなかないんじゃないかな。ない、ない、はい、はい、なのでぜひ皆さんも最後まで楽しんでいっていただければと思います。ガッツボいいね、お客さんの反応が見れるって、ね、いいね、すごいね。お客さんの声は全然聞こえてないんだけどね、こっちになんかこっちまで聞こえてくるような感覚ですが、はい、不思議な感覚ですが、はい、はい、もうあの他の番組もね、あの見れたりする、もう本当に一日通して、そう、ね、あの、そうそうそう、お祭り状態なわけで、ぜひぜひ、うん、まあ、この後もねいろいろ続いていきますが、 そうだね、うん、その前にねアズラジで、まあ、わちゃわちゃね、うん、お花も届いて、そう、そう、ありがとうございます。本当にこんな大きい、本当に大きいんだよこれって、ね、うん、びっくりしました。いいお花、ありがとうございます。本当に変な感じがする、変な感じ、うん、なんだろうね。そうなんです、不思議だ。はい、なので、うん、まあ、最後の最後まで楽しんでいっていただければと思います。はい、それでは一旦 CM 入ります。はい、というわけで CM 開けました。はい、はい、それでですね、まあ、オープニングはニコゲのこちらファーストシングルの中からシティを、まあ、お送りしながらね、 BGM として流しながら楽しくトークしてきましたが、はい、本日は、うん、ワロップさんの5周年記念のお祭りということで、はい、公開生放送スペシャル、うん、というわけで実は客席に今回スペシャルリポーターを呼んでおります。はい、あ、今拍手を向こうでしております。はい、というわけでお呼びいたしましょう。特別レポーターの奥くんこと奥幸之助くん。はい、奥幸之助です。はい、来ました。聞こえてますか？聞こえてますよ、バッチ。本当にね生中継になってる、画面もちゃんと、はい、映りました。はい、まずはあの簡単に自己紹介を。はい、奥幸之助と申します。石川県金沢市の出身で、はい、今日はこの押し上げのワロップスタジオから、はい、アズラジオをお送りしております。はい、よろしくお願いします。はい、そちらいかがですか？盛り上がってるようにこっちは見えるんだけども。はい、超盛り上げ上げですね。多分ね映像にちらっと映ってるんだけど本当にね盛り上がってる。ちらっとね。どうですか、お話ししました？はい、しました。お、どんなお話しました？はい、いうお話、うん、それはちょっとあそちらの方でも詳しく、ちょっと、はい、秘密にされちゃった、ま、今はね。あ、そうだ。でも後ろにフランクフルトもあってさ、はい、すごいなんか本当にお祭りっぽいよね。そうだね、あ、見えるかな、うん、そうそう、はい、ね、ちょっと後ろにフランクフルトもあって、ね、どうですか、 お客さん食べました？食べたい、まだ食べてない。食べたい。そうか、食べたいんだね。すごい盛り上がってるね。はい、後で。大丈夫、こうちゃん疲れてない？大丈夫です。疲れてるね、はい、ちょっと緊張してます。あ、そっか、はい、あのこうちゃんはアズラジね、もう、あの2回かも出演されて、うん、で本日が、あ、ありがとうございます。そうだ、チェックしてる、さすが。ありがとうございます。素晴らしい。そうそう、ね、なので、うん、緊張どうかなと思ったんだけど、やっぱお客さんこう目の前にいるって、しかもイケメンが多いんですよね。おっと、おっと、これはちょっと緊張しかしない。別の意味で別の意味で。そっか、そうだよね、やっぱお客さんがいるといないとじゃあね、はい、やっぱ違う？違いますよ。違う？はい、そうか。そうだよね、今まで楽しそう、そうね、今までやっぱりお客さんがいないで、うん、ないし
ね。普段来てたのでライブとかではね。あ、そっか、ライブとはちょっと違う？ね、ちょ距離感がやっぱ近いし。あ、近いもんね。はい、そうか。また違いますね。確かに、はい、どっちが緊張する？こっちです。即答、はい、だった。すごい目を見てくださっているので、はい。そっか、そうだよね。緊張します。そっか、ライブではでも MC もちゃんとね、こうちゃんは、うんうん、しっかりとライブだとほらステージの照明でお客様の顔って基本的に見えない。あ、見えないんだよね、ほんとね。がっつり今見られる。明るいもんね、全体がね。怖い。しかも本日はなんと、うん、そのね、緊張している中でよ、はい、生歌よ。イエーイ、はい、よろしくお願いします。だいぶ緊張している。生歌 ね、 ね、ライブもね、はい、生歌なんだけど、うん、やっぱり、ね、違う、違います。いやいやいや、すごい、なんか顔赤いよ今日、ね、いやもう本当に見つめられてるんですよ今。何見てるかわからないですけど。そうだね、はい、うん、こちらから見ててもがっつり見つめてますね。ではまず生歌を披露していただくんですが、はい、その意気込みとか今日はどうでしょうか。意気込み、はい、はい、ちょっとまあラジオなんですけれども、はい、音楽も届けるのはこのアズラジですので、そうですね、精一杯歌わせていただきます。はい、はい、いかがでしょうか。もう皆様お耳の準備はできましたか。そしてがっつり目を見つめている、そこのあなた、もう目も準備できました。すごいな。本当に見つめられてるんだね、こうちゃんね。はい、はい、で、そんなこうちゃんに披露していただく楽曲なんですけれども、はい、こちらね、発売しております、うん、エピソードという画面に出てるね、はい、アルバムですね。こちらの中からですね、うん、なんと日産プリンス金沢の CM ソングにもこちら起用されたというですね、迫力の歌声を生で披露していただきたいなと思っております。こちらちなみにサントラック目に入っております。はい、それでは準備の方はよろしいでしょうか。はい、それでは私たちもそちらの方に今から行って、曲を聴きたいと思います。待っててね。待ってて、今から行くからね。ということで皆様お聴きください。奥幸之助くんで To You です。どうぞ。季節は移り変わり、気づけばもう肌寒くて、会いたいその一言がうまく言えなかった。すれ違う二人の距離が離れてく、気づいてたけど愛してる伝えられたら、手をつないで歩いてたかな。君はいつも僕のことをぎゅっと抱きしめて、優しく包み込む。そばにいてほしい、この願いは星が瞬く夜空に消えてた。溢れ出す涙の粒、そっと手で拭いながら、痛みだけ膨らんで、だけど人を愛する意味、何も知らない僕に教えてくれた。空が晴れたら伝えよう、大好きとありがとう、出会えてよかったと。時が過ぎていつかまた夢を叶える日が来ると信じて、果てしないこの旅路を一歩ずつ歩
き出そう。いつまでも僕のこと忘れないで。というわけで奥幸之助くんで To You でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっと一安心。視界的にすごいね。視界が今ちょっといろいろすごいんだけどね。緊張したね。初体験でした。初体験でしたか、はい、じゃあもうちょっとこっちを入れて。すいませんね。いいね。バタバタ感がまた生放送っぽいね。これ撮ってるのね。そうそう、切れちゃったかな。やっぱ、はい、あの距離でないね。いや初めてでしたね。ヒコゲもそこにいたけどさ、ね、ま、後ろで聞いたからね。びっくりしちゃった、うんね、はい、なかなかない。この距離で、うん、奥くんの歌が聴けるっていうのはなかなかないので、今日レアっすよ。本当に貴重な体験を皆さんも。あ、ハートマーク作ってくれてる。なるほど。この後この後そのハートマーク、ね、どういう意味かな。後悔しないかな。はい、というわけで一旦 CM いっちゃいます。というわけで CM 明けました、はい、ここからはね、先ほど、うん、あちらのスタジオで生歌を披露してくださった奥幸之助くんにもスタジオに来ていただいて、はい、今度じっくりトークをお届けしようかなと思っております。はい、はい、お願いします、はい、改めましてそれではね、ここで、はい、奥幸之助くん自己紹介をしていただければと思います。はい、さっきのハートマークの意味はきっとわかると思います。はい、石川県金沢市が生んだゲイです、はい。ハートマークくれてる。あのちょっと余談なんですけれども、はい、先ほどあのレイナさんがね、うん、フランクフルトって言って、うん、ちょっとドキッとしました。言ったのかなってちょっと思っちゃったね。ここ、いいのかな。そうそうそう、と思ったんですけれども、ね、まあ、こっちに来てからにしようかなと思って、とりあえずその時は、ああ美味しそうですねっていうふうに、ねはい、言わせていただきました。何も考えてなかったんだね。何も考えてない。ゲイにフランクフルトはちょっと禁句です ね、はい、ちょっと、ね、大変ですよ。びっくりした。大変ですよ。はい、であの気を取り直して、はい、先ほど聞いていただいた、はい、ニッサンプリンス金沢の CM ソングにも、うん、なっている To You、はい、こちらねやっぱ緊張するね。はい。本当に。でその金沢の出身ということで、はい、まあ、あのそういったお話も今日ちょっと聞いていけたらなと思ってるんです。金沢に行ったことある人、はい、今日お客さんの中で、あら、はい、ない、はい、ニコゲも行ったことな い、 ない、あら、うん、そう、あダメじゃない。ダメじゃない。魅力って一言で言うと何だろう。魅力は、うん、つい先日行ったんですね金沢に、うん、でやっぱ都会、東京はすごいからやっぱりいろんなことが、うん、人混みもそうやし、うん、あのまあ、ビールとか建物とか、うん、何にもか規模がもう大きすぎて、うん、金沢はやっぱり落ち着きますね。へー、もう情緒あふれるというか、なんかすごい、あーいいなと思った。あ、改めて改めて、いい、あ田舎いいわと思って。でなんか田舎すぎない田舎というか、うん、まあ、それは多分あの他千葉県の人も多分田舎すぎない田舎とか言うんだと思うんですけど、うん、まあ、そこはまあ生まれ故郷ということで、そうだ、ね、はい、愛着があるのもあるんですけど、うん、まあ、あと駅前にもてなしドームっていう、うん、そのすごいドームみたいなのがあって、ドームもてなしドームっていうドームがあるの。ドームなんか本当駅の入り口の門がもうすごいことになってるんですけど、それが世界の美しい駅100選の中にも選ばれて、すごい、世界ね、
日本じゃなくて世界。今ねみんな見えなかったから顔がすごい。あ、ごめんなさいね、あのカメラをちょっとね意識して真顔だった今、はい、そういうことも目が向いてた。でもういろいろすごい美しいところもあります。へ、じゃあ落ち着くし、まあ、情緒あふれる、はい、ちなみで、まあ、綺麗な、はい、あ、そうなんだ。で交通の便もちょっと今までずっと不便だったんですけど、あ、まあ、もう1年そうだよ、ね、1周年を、ね、もう超えましたけれども、北陸新幹線もそう、はい、開通しました。これ乗りました？乗ったことある？まだ乗ってない。乗らない。乗ったことないですから。そっかそっか。みんな首振ってんね。そうだよね。もう開通して、まあ、北海道には負けてられねえみたいな。ね、金沢がさ、こうライバル視してる土地ってあるの？千葉ってさ、あるのかな。あ、知らん。あ、ありますよ。あの京都ですね。なるほどね。金沢は、まあ、前田利家が昔こう日本の中心地争いを、まあ、負けたことにはなるんですけれども、あの前田刑事の甥の、あ、甥じゃねえ、あのおじ、え、ちょっと分かんない。僕もそれ分からない。分からない。歴史とかもあって、やっぱその京都っぽいんですよね。あ、京都っぽいって言ってる時点で負けてるんですけど。でもそうか、映画のロケ地で、うん、京都でやるとやっぱりちょっとやっぱ京都の方が都会なんで人混みができるっていう理由で京都でやってるっていう体で金沢で撮るんですよ。え、人がいないから。そうなの？っていう映画もいくつかあるし、もちろん金沢をそもそも舞台にした映画もあるけど、はい、そういうこともあって。ちょうどいいんだ。じゃあその京都で撮りましたって言って金沢で撮られてるやつは分かる？はい、わかります、わかります。あ、アトリオの前じゃんみたいな。アトリオどこやね。地元トークが。そうそうそう。すごいわかります。あと、そうなんだ。あの北鉄バスっていう赤いバスが走ってるんですけど、うん、それがなんか一応モザイクっていうかぼやかして、はい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 、あのバレないようにして、バレないようにしてるんですけど、バレバレー。バレバレーっていうのもあったりして、そういう風にも使われてたり。それを見抜く方法ってそのバス？いや、もう本当に地元民なら何度も見たことある光景なんで、こうそれ知りたくない？なんか見抜く方法って知りたくない？まあ、でもバスは結構大きなポイントかも。本当にあの赤い線が、線っていうか、まあ車体がね、なんて言ったらいいかな、赤じゃない、赤っぽい色で、こういう、あ、これに近いかな、そう、これがちょっとね明るすぎる。あ、そっちに、これも明るすぎる、ちょっと茶色が混じったような、あ、紅色みたいなよりな、そうそうそうが、こうバックでプーッと走った時は、え、ロケ地金沢じゃんみたいな。そうなんだ、はいはい、じゃこれ皆さん覚えて帰ってくださいね。ぜひあの見つけたら教えてください。そうだよね。そうそう、あと、うん、あの食べ物とか、食べ物はあと今の時期とかって、時期で言うとやっぱり、うん、桜咲いてるか。桜はね、東京が昨日満開、うん、結構もうだったんで、だいたい1週間ぐらい遅れるんですよ。うん、まだ1週間後なんだ。うん、で食べ物はもう何でも美味しいですけど、うん、まあ、寿司、お寿司とかは、まあ、一年中美味しいですね。そうだね、はい、だベルト、ベルトコンベアでしょ。ベルトコンベアね、石川県だよね。あのお寿司、回転寿司行くと必ずこう回ってくると思うんですけど、お寿司が、うん、その回しているこのベルトコンベア、うん、もうほぼ 100% のシェアがもう石川県産っていう、うんうんうん、なんだって。そうだから東京の、まあ、例えばくら寿司とか、まあ、チェーン店とか行って、うんうんうん、ベルトコンベア見たら石川、そう、北日本加工株式会社って書いてあるんですよね。詳しい。いや、北日本別に北陸ちげえだろみたいな思ったりもしたんですけど、まあ、その会社名調べると石川県金沢市 の、企業で、あ、すごい。ベルトコンベア見たらこうちゃん思い出したよね、みんなね。僕はこう回ってきますよ。おこのすけ回りますよ。それでさっきそのベルトコンベアって言った時になんで不思議な空気が流れたかっていうと、この子ベルトコンベアがさっき控え室で言えなかったの。なんて言ったっけ。もう忘れちゃったぐらい衝撃。コルトンベアって言ったの。そう、コルトンベア。そう、うちらで言うエスカレーターをエカスレーターっていうのと一緒だよって言って、お叱りをしたんですけれども。ごめんなさいっつってね。すごい不思議な空間が出来上がった。聞いたことあります？そんな言い間違いする子って。似てる似てる。ないですか。今みんなが同じ方向に首かしげた。ワイパーかな。はい、で、あの、ね、コーナーをやりたかったんだけど、うん、だいぶ時間が経ってるので喋りすぎちゃった。そうそう、うん、どうしようかな。 1,2 問だけやりたいと思います、はい、お願いします。あのね、一応ここの3人が同じ事務所に所属してるということで、うんうん、まあ深い話もできるんじゃないかっ
っていうことで、うん、まあこっちならどっちとどっちですかみたいな、うんうん、2択でちょっと話を聞いていこうかなと、はい、思ってます。でもうこうちゃんといえばもうこの話題しかないなと思ってこの1択で私行きたいと思います、はい、恋人とは腕を組む手をつなぐ、恋人とは腕を組む手をつなぐ、こちらぜひ お客様も考えてください。椅子じゃない椅子、はい、じゃあまず、うん、私たち3人からいきましょう、うん、ではこれどうしようかな、せーので言ってみようか、はい、左右ね左右ね、うん、いくよ、うん、恋人とはせーの手をつなぐ、今何言われた手をつなぐもぐ手をつなぐむっつっちゃったのまたちょっとじゃあお客さんは手をつなぐ人はこうこうね、うん、こうそれでわかる、うん、いくよせーの、あみんな手をつなぐだった、腕を組む、なんででもあーそっか腕を組んでくるもんね、そう僕あの女性に対しても腕組んじゃうんですよ、ね、うん、確かに確かに、はい、特に二度腕の太い吉野さんとか、うるさい、前ねなんかこうあ大丈夫かな、こう手をいきなりこうやって掴んできてなんだろうと思ったら前足って言われたひどくない、前足だよ動物じゃねえよ面白い自分が言ったんだぞ雑なんですけど、ね、やばいね、あと15秒だね、はい、そうでも私も結構腕派だな、うん、私腕か、うん、腕のなんかぬくもりを感じますね、ひっついてる感じみたいな、そうそうそう、うん、でもダメだった 2だけだった、2対4だよ、ダメでした、私は手をつなぐ方が嬉しいということですいません恋話してましたCM 中だいぶ盛り上がってました早いものでエンディングのお時間になってしまいました、アズラジ本当早いんですよ、はい、でですね、まあ、一つここでアズプロから我々からお知らせをさせてください、はい、毎月第3土曜日に中目黒第一対マン大吉店からお送りしておりますアズカンという定期イベントがありまして、こちらの4月号はなんと女子大生シンガー特集とな、ときめいてるなっておりますこちらの4月の16日土曜日に開催いたしますので、あのぜひこちらツイッター公式アカウントありますのでチェックをお願いいたします。はい、というわけでエンディングになりましたが、はい、いかがでしたか。いやもう喋るの楽しい、楽しいね、喋る歌ってるところじゃないわみたいなラジオはやっぱ喋りがやっぱね、そうだよ ね、 いいよね、そうだね、楽しいです、はい、うん、やっぱねこうちゃん恋バナがね、うん、盛り上がるんだよ。でもあんまり言い過ぎるとちょっと男性陣引いちゃうかも。あ、そっかそっかそっか、ちょっと抑えないといけないんですけれども、ね、はい、あの、まあ、先ほどねあの披露していただいた To You、うん、もこちらに、ね、はい、入っておりますので、アルバムの中にね、こちら宣伝しちゃう、はい、1枚2,000円、なんと5曲も入って、はい、お買い得です。お、ね、音が、はい、ぜひぜひお買い物、男性買っていただければハグお付けします。おー、買うしかない、すごい何とも言えない顔してるよ、でも買うしかない、無理やりのハート無理やりのハート無理やりのハートそうでね、あの、うん、これも大事なお知らせがありまして、はいはい、まあ、アズラジこちら通常、うん、第1第3水曜日にやっているんですが、なんとパーソナリティダービーが始まります。そうなんです、はい、でこちら次回こうちゃんが MC を、はい、担当いたします。担当します、はい、なのでぜひこちら、はい、あの、ね、山梨県富士河口湖町の富士のあんちゃんをゲストに、はい、次回お送りしていただけるということなので、はい、あの富士のあんちゃん何か一言メッセージで締めようか。え、あんちゃんへの、あんちゃんへの、いや覚悟してこい、怖いあれ一応あんちゃんが先輩なんだよね、そうですね、あんちゃん先輩、2週間ほど先輩でございます、はい、2週間だけか、はい、怖い、はい、でまたあの本日開催されているワロップ5周年 の、うん、まあ、あの特別プログラムということで、うんうん、こちら1日来ていただくとさまざまな番組を見ることができますので、こちらもチェックお願いします、はい、というわけでコトレイナとひびきよしのとおっくんでした。バイバイ、アズラジ終了。